はい、おはようございます。今日は愛知県春日井市にあります春日井三山までやってきました。こちらはスタートポイントになる道寺山の登山口になります。こちらから縦走していって道寺山、大谷山、弥勒山、こちらの三座を制覇したいと思います。で、その周辺の山々も少し寄れたら寄ろうかなと思います。おそらく西高森山も登れるかなと思います。駐車場なんですが、今ここの駐車場に停めることも可能なんですが、弥勒山まで縦走する予定なので、春日井市の植物園の、第4駐車場に停めました。そちらも無料になるので、そちらに停めてここまで20分ぐらい歩いてきました。はい、今日はちょっと花粉の影響で眼鏡です、すいません。はい、それでは歩いていこうと思います。レッツゴー。春日井三山は主峰の弥勒山、標高437メートルを含めた道寺山、大谷山の総称で、麓には都市緑化植物園や細野キャンプ場があり、初心者でも登りやすい人気の山です。条件が良ければ白山や御嶽山、名古屋市、伊勢湾や鈴鹿の山々を望むことができます。今回は道寺山から弥勒山へ縦走し、西高森山まで周回します。はい、めちゃめちゃ気持ちのいい歩きやすい道が続いています。ここら辺はね、一応名前上は自然歩道らしいので、この春日井三山は愛知県でも有名で人気な山だと思います。でも僕は初めてです。どうしてもね、めっちゃ近いところかめっちゃ遠いところしか行かないんで、なかなか中間距離って行かないんですよね。最近ちょっと行ってますけどね。最近ちょっとその中間距離っていうか、こういう低山も多めに登ってます。木段が多いんで、これ最初は偉いな、体慣れるまでがね。いや、緩やかなところまでできました。いや、きつかった。ちょっと舐めてましたね。いきなり登山口からずっとなかなかの急登が、しかも木段地獄、結構来ましたね。いきなりもう今ので多分標高300ぐらい上げてると思います、ここまでの時点で。いや、はい、そして山頂の近くなんですけど、東屋ですね、ありました。ただまあボロボロなんでね、道寺山園地ということでボロボロです。はあ、次な、さあもうちょっと歩いていきましょう。はい、道寺山到着しました。標高が429メートルですね。お疲れ様です。第1弾になります。なんかこの下に神社あったんですけど、どうやら縁結びの神様がいたようです。お出しやす。まあ今日ね、夏日でね、25度あります。暑。もう汗がだらだら。風もあんまりないんでね、結構体力奪われてます。まあこれ慣れれば夏山も完璧なんで、夏山スタートで頑張ります。で、次に向かうのが大谷山山頂に向かいたいと思います。はい、皆さんにですね、ご報告があります。最近ですね、日本で初上陸したAI ドローンって知ってますか？なんと
100グラム以下、99グラムのドローンで免許不要です。で、さらには、申請もドローンの飛ばす飛行許可の申請もいらないっていう画期的な AA ドローンが日本に上陸しました。それは、ゼロゼロロボティクスさんという会社のホバーエアースマート。こちらが、今幕開けで、今クラウドファンディングで先行で買えるんですけど、まあ、もしかしたらちょっとこの動画上がってくる頃にはもう終了してるかもしれないんですけど、そちらが、最近上陸いたしました。で、この、X のリポストキャンペーンで抽選3名っていう枠で当たるんですけど、なんとそのドローンが僕当たりました。イエーイありがとうございます。びっくりしちゃって当たっちゃって、もうめっちゃ嬉しくてまあ当たるなんてね、夢にも思ってなかったですから。で、僕これでドローン初めて導入になります。ドローンなんて使ったことないですからね。いやー、めちゃめちゃいい機会をゼロゼロロボティクスさんからいただきました。ありがとうございます。本当にちょっとまだ届くには時間かかって、多分5月にはなっちゃうと思うんですけど、今からすごい楽しみにします。またこれが届いたらね、このホバーエアスマートを使って皆さんにたくさんの山の景色をお届けしたいなと思ってますので、お楽しみにお待ちください。はい、春日井三山の2座目になります。大谷山、標高が425メートルです。お疲れ様です。ちょうどさっきの道寺山から20分ぐらい歩いて着いちゃいました。かなり近いですね。で、ここからはちょっと展望はそんなにないんですけど、かすかに街が見えますね。いや、いいですね、このまったりハイキングっていうか、やっぱ初めての山は楽しいですね。で、ここから次も20分ぐらいの予定なんですけど、弥勒山向かいたいと思います。この春日井三山の一番最高点ですね。低山あるあるで同じような景色がついてます。こうやってね、分岐がね、たくさんあるんでね、迷うことはね、ないかなと思います。気軽に登れますね、ここは。はい、春日井三山の一番上ですね、三座目になります。弥勒山、標高が436メートル登頂です。お疲れ様です。結構涙出ましたね意外と結構きついところがありました。急登がぐんぐんぐん下がってまたぐんって感じで、なかなかはい、ちょっと山頂で長居しすぎちゃいましたちょっと会話が弾んじゃって、いつもにか時間が30分ぐらい経過してました。地元のね、なんか人たちが集まって楽しそうに会話してまして、僕もちょっと参加させていただいてました。ありがとうございました。さあ、ここから
1時間ぐらいですかね、かけまして、南高森山、そちらまで登っていこうと思います。天候も今日はずっといい感じで、暑さもちょっとね、下がってきて今快適な温度になっているので歩きやすいかなと思います。ここから降りるみたいですね。さっき一瞬分かんなくて通り過ぎましたはい、道路に出てきました。ここ降りてきたんですけど、ここからまた山の中入ります。さっき南高森山って言ったんですけど、西高森山の間違いでした、すいませんでした一応その西高森山の近くには貯水器があるそうなんで、帰りはそこ寄って下山ですね、予定してます。いやー、歩きやすい、ここはめちゃくちゃ気持ちいい。こういうね、緩やかな傾斜でこういう歩きやすい登山道大好きです。もうね、もう下段大嫌いもう下段はね、やっぱりね、足を上げるね、歩幅とかそれを全て決められるんでね、大嫌いですめちゃくちゃいい道ですね、ここ。ちょっと最初は道幅狭かったんですけど、しばらく歩いたらもうこんなに立派な幅広い道が、歩きやすくて最高の道ができました。なんかね、さっきから地元の方かなっていう散歩してるね、方も見えるので、すごくね、歩きやすい散歩コースだなと思います。はい、西高森山、標高が242メートル登頂です。今回の最後の登頂ですね、お疲れ様です。標高はさっきより全然低いんですけど、ちゃんとこういう東屋があって展望もいい感じですね。おー、悪くないですよ、この展望。ほら、今日はね、ちょっとあいにく黄砂が多いってことで真っ白けですね。まあ残念ですけど、まあこんな県では上等ですね。はい、まあ黄砂が多いときは低山に限りますな。じゃあここからは、貯蓄池を通って駐車場まで戻りたいと思います。結構でかいですね、さすが貯水池。はい、第4駐車場に戻ってきました。お疲れ様でした。さあ、そろそろ遠征したいですね。ではまた次の動画で。Losing all my focus, I can't even control it. You know you live the golden.